夕方サテライトは、テレビ、東京系列局他で2016年11月7日から放送されている平日夕方の経済情報、ニュース番組かつミニ番組である。放送時間は毎週月から金曜日16時54分17時。通称は夕サテ。ニュースアンサーの後継番組でテレビ東京の本社が港区の住友不動産六本木グランドタワーに移転したことを機に放送を開始。テレビ、東京系列夕方ニュース枠では初めて経済情報へ特化することを明確に打ち出している。これは各局とも同じ内容になりがちな夕方ニュース枠を経済報道という切り口で差別化を図る戦略であり、番組タイトルも WBS ニュースモーニングサテライト同様に同局の経済ベルト番組に付けられるサテライトの名を持つ。前身番組ニュースアンサーよりも放送時間を25分拡大するが、これは2003年4月改編で TXN ニュースアイの放送時間を25分に縮小して以来13年ぶりに30分を超える大型の夕方ニュース枠となる。初代のメインキャスターには鹿野絵里を起用した。放送開始の約1ヶ月前までもやもやサマーズミを担当するなど、バラエティ番組を中心に活動してきた鹿野が平日帯の報道番組でキャスターを務めるのは本番組が初めてであった。2017年9月4日、放送分から大幅にリニューアル。メインキャスターに池谷徹が加わるとともにスタジオセットなどを一新した。それまでは外から放送していた天気コーナーもスタジオ内での放送に変わった。2017年11月3日、放送分で、鹿野がメインキャスターを卒業した。第 1.2 子の解任に伴って、産前産後休暇を取得することによる措置で、同月6日、放送分からは、先輩アナウンサーの塩田真由美とフリーアナウンサーの戸室実美が、キャスター陣に加わる。2018年4月2日、放送分からは、テレビ東京にて月金曜日17時30分17時55分に青春高校3年 C 組が開始されることに伴い放送時間が25分短縮された。枠縮小後は17時15分から17時20分がローカル枠となる。2019年9月30日放送分からは同日からテレビ東京の報道番組のフォーマットが YouTube で配信している。テレ東ニュースのものに統一されたことから、テロップがテレ東ニュース仕様のものに刷新されたほか、当番組のニュースも配信されている。2020年3月27日放送分をもって、2年7ヶ月間、メインキャスターを務めた池谷が降板。その後、同年3月30日からは、テレビ東京において、17時10分17時30分に、虎ノ門市場が開始されるため、放送時間が20分短縮されわずか6分間のミニニュース番組にリニューアルした。再度スタジオセットなどを一新したほか、全編全国ニュース枠になるためネット局での飛び降りは解消された。なお、塩田は引き続き月、火曜日担当として出演する。2021年3月29日放送分からは、テロップ類とスタジオセットが再び一新された。2021年4月現在6分間番組となった2020年3月末以降の事例については掲載していない。ありがとうございます。